道によりますと、今月15日から21日にかけて道内の定点医療機関で758例の手足口病の報告があったということです医療機関1カ所あたりの感染者数としては基準の5人を上回る5.53人となったため26日、道内全体で2年ぶりとなる警報が出されました手足口病は主に乳幼児が感染し 手足や口に赤い発発疹がができ、発熱の症状などが出ます道は感染対策としてこまめな手洗いのほか咳やくしゃみをする際に口を手で覆うこと集団生活でタオルの共有を避けるなどの対策を呼びかけています。